熊本の地震の時に改めて感じたのは、このフードバンクの3つ目の役割ということで、震災時フードバンクが役割を発揮できるんだということですね。この市民キャビネットのグループの皆さんが急遽熊本まで支援に行くと、で食べ物も持っていきたいという要請がありまして、フードバンクをやっている私たちの事務所の前でインスタントラーメンであるとか水であるとかジュースであるとか、そういったものを、トラックに積み込んで、でこれはですね、逆に在庫さえあれば今朝電話があって昼に出発するって言われても対応できるんですね。でここがやはり民間の強さだと思いますし、一番必要な時に必要なところへ持っていけるという点で、私は今フードバンクの役割の3つ目にこの災害支援というのを位置づけております。はできる、1つの缶の中に2個ずつ入ってますので、まあ1食分としていいかな。そうすると、アルファ米、これをまあ朝3日間食べる、夜はこの缶入りのパンを食べる、そして昼はフリーズドライビスケットという、緑色の箱に入ったビスケットがあります、こういったもの、そして1日1本1人500ミリの、水を使うということで、すごくこう使いやすくなっております。上のところまではお湯が行かないので、お湯入れたら上の、はい、普通のサイズで大丈夫ですか、ね、はい、15分蓋をして15分、蓋をして15分、はい、乾パンよりはこっちの乾パンの方がいい、子供なのにいいかもしれない、しっとりしてるからね、うん、そうね、それだけで食べれるしね、日本ではですね、国民1人当たりが1日茶碗1杯分に相当する食べられるものを廃棄してると言われてます、すごくもったいない、これを活用しようということで、スタートしています。で2つ目は、それの活用方法はどうするんだということで、福祉のためだよねということで、これまでは社会福祉施設であったり、自立支援施設であったり、そういったところを中心に、それから東京や、名古屋、福岡などでは、公園や道路で駅前で路上生活をされている人に対する炊き出し、これが、週1回行われているわけですね。東京の上野公園あるいは山谷では、セカンドハーベストジャパンというところの、炊き出しが毎週ありますので、様子を見るのはできると思います。毎回、2、300人の方がその食事を取るというふうになっています。私たち埼玉ではですね、まだそういう、団体とも話をしてるんですが、炊き出しをしなくてもいいんじゃないかと、逆に食べ物を提供することで、やっていけるんじゃないか。なぜそんなに食品ロスができるのか、皆さんもご存知だと思いますけれども、日本は食べ物に関する流通の3分の1ルールっていうのがあります、これはですね、例えば6ヶ月賞味期限6ヶ月の食べ物ができたとすると、製造した企業メーカーが流通ルートに乗せる、問屋さんや小売店に出せるのは最初の2ヶ月だけなの。もうそれを過ぎてしまうと、残りまだ4ヶ月もあるんだけども流通ルートには乗せられなくなる。しっかり確保するためには、食品協力をしてくれる企業を拡大したり、食品をしっかり保管運営できる倉庫や冷蔵庫、それから、フードバンクのボランティア、ぜひ皆さんもね、フードバンクのボランティア登録いただいてご協力をいただければと思います。